はい、皆さんこんにちは。 AI ナウ編集長の尾崎です。今日はですね、ちょっとこちらサイド一人で寂しくやっております。今回のテーマはですね、漫画×AIです。なんとですね、2月の27日にモーニングで連載を開始したパイロンという漫画があるんですが、なんとですね、手塚治虫さんの漫画を学習した AI を活用して作られているんですね。ということで今回はですね、まあ、このプロジェクトに関わった重要な人物をゲストとしてお呼びしております。慶応義塾大学教授の栗原先生です。よろしくお願いいたします。で、今回はあの手塚治虫さんの、はい、漫画を AI で再現するプロジェクトを栗原先生が進められていたということで、はい、ちょっと詳しくお話を伺っていければというふうに思ってますので、ね、よろしくお願いします。最初はどんなきっかけで栗原先生が、ね、トマトは3、4年前ですかね、はい、もう結構前なんですね。アトム・ザ・ビギンズというですね、アトムができるまでの、を描いた漫画がですね、はい、雑誌で私掲載されているんですね、はい、もちろん、まあ、人工知能を扱っているテーマなので、技術的なその正しさとかですね、うん、まあ、監修っていうんですか、はい、それは僕とですね、松尾豊さんとかですね、はい、あとまあ山川さんとかですね、あと松原さんとかですね、はい、4人でやったのがきっかけで、そこでその手塚誠さんとかですね、まあ、手塚プロダクトの方々とつながりができて、今回は今度はその記憶者さんのメモリー会社なんだけれども、まあ、単に記憶しておいてしまうって面白くないですよね。そこでその会社が見返せるっていう形で誤解招いちゃいますけども、過去にいた方の何かしらその今に生かすんだっていうコンセプトで今回のそのプロジェクトが立ち上がり、うん、そこでまあ手塚、プロダクションが関わることになって、そこで過去にまあ人工知能に関わってこられましたので、うん、そこでまあ誠さんがですね、まあ、だったらまあ人工知能でやったらいいんじゃないかという、まあそういう発想を彼がされて、で昔付き合った僕の話が来たっていう、そういうなんか、なるほど。どのようなプロジェクトなの？ですね、やりたいことは、まあ、その手塚治虫さんがですね、没後30人で、そこでですね、あの、まあ、手塚治虫せっかく、まあ、あれだけの先に残された方ですし、でやっぱり日本の漫画の、まあ、一番最初ですよね、はい、まあ、パイオニアの方ですから、まあ、今のテクノロジーを使ってですね、何かしら今的に言えばその手塚治虫の、その DNA っていったものをですね、蘇らせてです、まあ、蘇らせて言いましょう。でそこでそれがですね、何かしら新しい漫画を生み出すっていったことで、まあ、過去の手塚治虫の作品とかそういったものを生かしてですね、今の我々が新しいのを作ろうじゃないかっていう、まあ、そういったプロジェクトなんですね、うん、でそこに AI をうまく活用したということなんですね。でも改めてあの手塚治虫さんの作品を全部もう一度読み直されたんですか？そんなことは残念ながらあの不勉強ででも先生自体は結構手塚治虫さんの漫画で好きだったものとかはあったんですか？ブラックジャックとか読んでたりして、ね、いきなりここでこうあのちゃぶ台返ししたんですけど、はい、僕はガンダム世代なとは言いながらですね、はい、もちろんアトムにしてもブラックジャックにしても、はい、結構僕リボンの人がですね、やっぱり好きな作品はジャングルタイトル含みですけど、もちろん、まあ、もちろん僕は見てはただ蓋開けてみるとですね、もうはるく多くの作品作ってらっしゃるんですよね。あ、なるほど。まあ、じゃあまあ今の AI って結構たくさんのデータが必要って言われますけど、手塚治虫さん自体の作品がとても多くてっていうのは結構このプロジェクト進めるには結構やりやすかったってことですかね。まずは多い、まあ、多いんですよ、はい、で多いので、まあ、データあるだろうと、まあ、高く来るわけですよね、はい、ところが蓋開けてみるともちろんその現実はそうはいかないって話にはだんだんなっていくんですけど、なるほど。じゃあそれちょっとなんか仕組みと一緒にあの伺っていければいいかなというふうに思っております。基本的にですね、やることは2つです、はい、どういうシナリオを作るかということと、どういうキャラクターを作るかって、はい、この2つです。でこの2つをですね、まあ、同時並行で進めていく、こんな形でまずは始めていきました、はいはい、シナリオとキャラクターですね。そうです。まずさ、そのシナリオから伺いたいんですけど、もうシナリオを一から生成してしまうってことなんですか？これはですね、今も例えば、まあ、人工知能を使って小説を作るっていうのはだいぶ今までもニュースがあったと思うんですよね。今のところその小説を作るっていう試みっていうの趣旨は、いかに AI を使って自然な文章を作るとかですね、あとは例えばその穴埋め問題ですよね。ある程度人間が大雑把な文章を書いた時に細かいところをちゃんと自然な文章で言ってくれるとかですね、そういったところが割とメインなんですね。補完的なところで、ゼロから一を生み出すのはまだあまり、ただ僕らが近いのはその人がちゃんと読んで、はい、まあ、例えば起承転結ですよね。なるほど。ちゃんと物語という完結してなければ意味がないですよね。まずは完成品のちゃんとしたこう読み物って分かる、ちゃんと人間がさらっと満足してくれる、そういったものがちゃんと出せるような仕掛けの
方法を考えなきゃいけないっていうところからまずはスタートしたんですね。ということはもう 100% AI というよりは、ある程度は AI も活用しながら、ある程度は人もカバーしてるっていうイメージでよろしいですか？そうです。今このプロジェクトとはまあ別にですね、そもそもあのシナリオが今枯渇してるんですね。枯渇しているというか、例えば、ソーシャルゲームとかですね、はい、もちろんドラマとか、最近はそのネットフリックスとかですね、とにかくいろんなところがもうどん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 作品を作り始めた。作品作るということはあのシナリオが必要ですよね。ところが世の中にはその要するにシナリオライターさんって方がおられるわけですけども、実はそんなに潤沢に人がいるわけではないんですよ、はい、一人の人間がそのいろんなこう、まあ、シナリオをこう生み出すわけですけども、ところがバリエーションってですね、実はそんなにないらしいんですよ。なるほど。一人の人間が生み出せるってそうそう難しい。僕ら考え、うまくやったことはですね、細かい完成品のシナリオじゃなくて、そのシナリオの種になるプロトっていうんですけども、あらすじっていうんですかね、こんな主人公がいて、こんなことをして、こんな苦労して、こんなふうになったみたいな、すごいもう本当こう、文字にしたら、まあ、200字とか300字ぐらいのですね、そのレベルのちょうど背骨に相当するってとこですかね。なるほど。でそこがそのバリエーションが少ないんですよ。なるほど。で、ライトさんにはこう聞きするですね、その背骨があれば、肉付きはできるんですよ。なるほど。ということで僕らやるべきことは背骨を作ろうということを考えたんです。またまたその背骨を作るだけでもどうやって AI 活用したのかなっていうのが気になるところなんですけど、そこでですね、先ほどその、あの物語と一貫性がなければいけないということを申しましたけれども、例えばその起承転結ですね、はい、でそういった文献を調べていくとですね、いろんなそういう、まあ、分析されている方がおられてですね、例えばシナリオですね、その余波球って3つですよね、で起承転結が4つですよね、はい、さらにですね、13個に分けれますっていうことをおっしゃってる方が日本人でおられるんです。13個に分けられる。13個に分けるんですね、はい、僕ら勝手に13構造って言っちゃってるんですけども、はい、でその構造っていうのがですね、例えば最初のパートは、まあ、例えば日常から始まって、で何かしらまあ異変が起きて、はい、でなんかこう、まあ、トラブルが発生してみたいな、そんな形でこう進んでいくんですね。その方が分析することによると、大体そのまあ2時間とかですね、まあ、連続テレビドラマ小説だと長いとまた違うかもしれませんけども、まあ、映画とかですね、大方のものは大体その13個のパーツで大体こう収まっている、今、はい、こちらに資料ありますけど、日常事件決意屈強とかありますよね、まあ、これだけ見ちゃうとなんかこうアクション映画を想像しちゃうんですけれども、はい、別にこれ恋愛映画だって、例えば恋方が出てくるとかで、仕事を例えば今現代だったら仕事リストラされちゃったみたいな話とかですね、はい、全てまあいろんな事件が起きてるんですね、こういうその構造っていうんですかね、この流れに基づいてさえいれば、少なくとも僕らとしては一貫性があった話としてまあ腑に落ちてくれる可能性が高いわけです、はい、僕らが最初やったことはですね、僕らが仕事じゃなくて哲学プロダクションの方々ですね、ほとんどはブラックという状態ですよね、100数十話のですね、はい、まあ、だって漫画ですよね。だって漫画をその漫画をまず読んでですね、はい、まずは文字にしなくてもですね、はい、だって漫画からいきなりこの起承転結が出るわけないので、はい、人が漫画を読んで、まあ、読解問題ですよね、はい、アトムが何をしてこうしてこうしたで、その募集した後、今度はじゃあこの物語を受ける日常とはこうでしたってことを全部はまずは手で書かなきゃ話にならないですね。つまり、まあ、小説にするみたいなイメージですか。まずは漫画を見て、まあ、テキストの小説にして、はい、でその小説をさらにこう読解問題の概要ですよね、これはどういうパーツなんだってことを、なるほど、さっきの13のこう要素に分けていく、ラベル付けをしていくっていうことですね、構造化するっていう作業ですね、永遠とまずやっていただくわけですよ、まあ、かなりきつい仕事をですね、それはですね、彼らはですね、寝てないでやってると思うんですけど、短時間で仕上げていただけちゃったりするわけですよ、はい、本当もう 頭が、ね、下がる思いで、これによって僕らまず少なくとも、手塚治虫という、まあ、過去にいた人間 の、 その、遺伝子ですよね、やっぱりその遺伝子っていうのは作品にしかないわけですよ、作品を取り出すという作業をですね、まずはその、彼がどういうそのシナリオを作るかといったところをまずは取り出すという作業をまずした。その取り出してみて、実際あ手塚治虫さんってこういうパターンなんだなっていうのが見えてきたんですか。これも僕は、まあ、手塚治虫さんからもかなりこうレクチャーを受けてるんですけども、例えばその、まあ、割と、ね、少年少女が主人公多いとかですね、あとは必ず何かしらその能力を持ってます、例えばアトムだったらもちろん空飛べるからですね、多分ジャングル隊でレオだったら喋れますよね、唯一喋れるライオンですよね、そういったこういくつか特徴というのがだん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 見えてくるんですね。でそこであとはもちろんシナの方もですね、割とこう綺麗な関係とするよりかは、割とこう最後問題提示をして終わるとかですね、
なので、まあ、最後の終わり方に広がるとかですね、はい、なんとなく僕らもそのもちろん漫画とか読んでてなんか感覚的にはつかめてはいるんですけど、いざちゃんとこう文字になってくると顕著に結構出てくるんですよね。でこんな感じで百数十話分のですね、はい、こうパーツに分けた情報とかだん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 そのまずはデータがこう溜まってくるというのが、はい、まずそれが第一段階ですね、はい。先ほどその13の構造の各パーツに分けていくみたいなお話されていたんですけど、そこからこのどうやってシナリオを生み出していくんですか？別ですね、ここはですね実はそんなにあの難しいことはしてない。そうなんですね。一個一個のその、まあ、箱ですよね。13個の箱があるわけですよね。箱に入るパーツはもうだから130ジャブまず揃うわけですよ。ということはですね、例えば一番簡単な発想はその13個の箱からですね、どの話のどのパーツかは知らないけども、どの話のパーツか知らないと出さないです。ここ13個こうやって集めてきてですね、まあ要するにランダムですね、はい、ガチャガチャってやったとしても少なくても一応腑に落ちるわけです、はい、最低限、はい、で腑に落ちるといってもですね、さすがにその、適当に取ってきてるわけですから、まあ、場所がコロコロ買っちゃうとかですね、主人公が途中でこれ死んじゃってるんじゃないかとかね、あとは途中で死んでしまった例えばあのサブキャラがこっち側でなんか生き返ってるとかいろいろ起きちゃうんですよ、はい、これはさすがにまずい、はい、最低限レベルの一貫性となったところをですね、まあ、これ AI っていうのは情報処理できるんですが、まあ、補正をしたわけということをして、はい、最終的に完成したやつがそこで、はい、いつっていうのが現代で、どこでっていうのが日比谷、ちょうど日比谷で出てくるんですね。日比谷なんですね。で、どんな世界かというと、現実と架空の狭間の暗いところも明るいところもあるアクションの世界、はい、暗いところも明るいところもあるんですね。両方あるね、はい、主人公は少年期で男の子で、少し明るくて少し強くで、哲学者でありながら役者であって、でテーマはギリシャですね。つまりですね、今までまあこのギリシャとかです、哲学者とかですね、はい、まあ、こういったあのものがあったんでしょうね。ただしですね、あのもちろんそれだけでも良かったんですけれども、ただですね、それだけだと結局はその人が、行動化してくれた話から得られた情報といっても結構、まあ、量あるわけですけども、はい、そこからは外には出れないじゃないですか。なので言語処理的なところを少し僕ら使ってですね、手塚治虫の世界観を少し膨らませるような、だから手塚治虫の作品の中には入ってない単語なんだけれども、でも手塚治虫が過去使った単語から類推するに骨の単語っていうのも含まれますねっていうところまで膨らませてですね、それでまあプロット出すってことをしたんですね。それが概念辞書ですか？そうですね、概念辞書。概念辞書、じゃあまあここまでまとめると、まずまあストーリーを作る、シナリオを作るという上ではとりあえずもう過去の全て何百巻っていうのを、しかもセリフだけではなくてあらすじをしっかりと文章に起こし、13個の構造に分けて、でそこから、まあ、そこからまあ概念的に似ているようなものをうまく取り出しながら新しいものを作っていくと、